はい、どうもボーリング TV のもう一回。はい、どうもボーリング TV のヒロムです。まず動画を始める前に、まあ、一つね、まあ、報告といいますか、まあ、そういうちょっとお話がありまして、実は僕ね、3、4瞬間ぐらい僕が右手で投げてる動画がね、ちょっと上がってないんですよ、実はね、 YouTube に。はい、まあ、というのも実はね、この肘の内側の靭帯、ここですね、ちょうどここをちょっとね、痛めてしまいまして、まあ、靭帯損傷っていうかな、1ヶ月半前ぐらいに、まあ、ちょっと痛いなと思ってたんですけど、まあ、1ヶ月前ぐらいに病院に行ったら、まあ、靭帯を痛めちゃってるということで、はい、まあ、そこからね、ボーリングは休んでました。はい、まあ、で病院に行って、もう軽いボールからだったら、まあ、投げ始めてもいいよということでね、はい、まあ、お医者さんの方からね、まあ、許可が下りたということで、まあ、今日から、まあ、地道にボーリングを始めていこうと思います。で、まあ、たまたまパッてプロショップの方を見たらね、もう超偶然、ごめんね、はい、こちらターゲットゾーン、ブランズイックさんのボールですかね、ターゲットゾーンが、ね、すっごい安く売ってるんですよ、今4000円、ボールの価格4000円ですよ。で、たまたまね、パッて見たら売ってたんで、もうね、急いで買って、それを今から投げようと思います。で、まあ、このターゲットゾーンなんですけど、まあ、軽いボールということで、今回は11ポンドです、これ11ポンドを使用してます。他にもまだテントに並んでるボールで9ポンドとか10ポンドとかね、重たいので13ポンドまでかな、用意してるんですけど、本当に幅広いポンド数のボールがね、あるんで、ぜひね、見に来てください。ということで、今日の企画は、久しぶりにボーリングしてみた、まあ、1ヶ月ぶりのボーリングということで、まあ、今日はね、まあ、ひたすらボーリングの楽しさを味わおうと思います。まあ、一応まあ1ゲーム投げて、まあ、その点数、高い点数狙うわけじゃないけど、はい、まあ、何点出るかだけ、はい、ちょっとやろうと思います。本当に1ヶ月ぶりです。はい、練習も何もしてません、この前の練習投球ね。はい、なんで、まあ、最初は本当にちょこちょこ歩きから始めてるんで、ぜひ最初から最後までね、見てください。それではどうぞ。さあ、最初はね、ゆっくり行きましょう。ほんまにめっちゃ軽いんで、多分ね、11ポンドとかやと思うんですけど、一だけ振り回したくはないんですけどね、どうしてもだからほんま力抜いてないよ。あかん、ストライクやねんけど、もっと力抜いて投げやなあかんねん、久しぶりやねんから。よし、力抜いて、あんなロフトしてたらダメやで、ほんまに。え、どういうこと？そりゃそうなるわ。まあまあ、あれはね、仕方がないですね。とにかくその鳴らしていくことが大事なんで、まずはそのだんだんとね、元に戻していくこと、まあ、あんなんも出ても気にしません、今は。
もう一生分出しとけみたいな感じですね。なぜかここからマイクが切れてます。なんでやねん。エンディングの時には復活しているのでご了承ください。はい、始まりました。点数200点ちょうどです。1ゲーム投げたらね、点数とかは別に気にしてなかったんですけどね。まあとにかく久しぶりにボーリングしてみたということで、まあ、これからだんだんねこう慣らしていくといいますか、まあ、元に戻していく、ね、そういう練習になっていくんですけど、はい。でまあ、今日僕が投球したボール、こちらターゲットゾーンね、ボールアローで、まあ、安くすっごい安く打ったんです。4000円、これ一つね、4000円です。カバーボール、まあ、2投目で使ってるボールがすごいボロボロでね、まあ、買い替えたいなっていう方とか、あとはまあ小さいお子さんとかね、まあ、初めてマイボールを買ってボーリングを始めたい方とか、すごいねその下のポンド数、まあ、8ポンドとか9ポンドとかもあるので、ぜひね、ボールアロー、まあ、店頭に見に来ていただくか、もしくはオンラインショップでね見てもらえればいいかなと思います。はい、ということで今日の点数200点、1ヶ月ぶりのボーリングということでね、まあ、これから、まあ、これからちょくちょくまあ僕が右手で投げてるところを動画で見てもらえたらなと思います。はい、それでは今日の企画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。これから地道に頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。バイバーイ。